ルミちゃん。チカ、びっくりしたな。もう何よ、ぼんやり考え込んじゃって。あ、さては三組の高部くんのこと考えてたな。うりうりうり。違うわよ、彼にはもう彼女がいるって分かったんだもん。とっくに諦めてる。ほうほう。あ、ねえねえ、そういえばさ、くるみのお兄さんの結婚式って今度の日曜日だっけ？うん。はあ、結婚式か。くるみのお兄さんってさ、優しいしかっこいいし、実は狙ってたんだよね。ああ、ちょっとショック。ショックは私の方よ。私と8つ違いのお兄ちゃんは大学を出てからコンピューター会社に就職した。しばらくしてお兄ちゃんはオーストラリアのシドニーに転勤することになった。ケイ、でどれくらい行ってるんだ？一応1年だって。オーストラリアか。音楽の都ウィーン。やだお父さん、それはオーストリア。え、うん、だからオーストラリアだろ。オーストリアはヨーロッパ、オーストラリアは南半球の大陸。ああ、カンガルーやコアラや牛肉で有名なとこか。なんでカンガルーやコアラを牛肉と一緒にすんの？何怒っとんだ、くるみ。別に怒ってない。ごちそうさま。お兄ちゃんが1年も外国に行っちゃうだけでもショックだったのに、お兄ちゃんたら向こうでしっかり彼女作って日本に帰ってくるなり結婚するって宣言するんだもん。うん。で、相手のお嬢さんはどんな人なんだ？まさか金髪？違うって。向こうで一緒の職場だった人で、れっきとした日本人。来月こっちに帰ってくるんだ。そうか。いや、この年でな、英語を習わにはならんかと思った。ちゃんとした人なんでしょうね。今度うちに連れてくるから。俺、人を見る目あるつもりだよ。ごちそうさま。なんだ母さん、もういいのか？そうじゃないわよ。もうお父さんからお茶目さんなんだから。私はもう大大ショックでただ黙って聞いていた。大好きなお兄ちゃん、いつかはそういう日が来るのは分かってたけど、こんなに早く来るなんて。ねえねえ、くるみちゃん、どっか寄ってかない？あ、そうだ、新しくできたアイスクリームショップ、寄ってこ寄ってこ。ねえねえ、くるみちゃん。あ、でも今日はやめとくわ。ふーん、しゃあないな。じゃ、また明日ね。バイビー。うん、バイバイ。くるみちゃん。あ、それはお兄ちゃんのフィアンセ、ふたばさんだった。学校この近く？はい。私取引先に行った帰りなんだけど、これから社に戻っても退社時間過ぎちゃうし、このまま家に帰るつもりだったの。ねえ、せっかくだからお茶してかない？どっかいいお店知ってる？ああ。うん、おいしそう。こういうの一度食べてみたかったのよ。ゴージャス。双葉さんはこの甘味屋の中でも一番豪華なクリームあみつを頼んで、子供みたいに喜んでる。私はとっても食欲なんて湧かなかったけど、みたらし団子を頼んだ。うん、おいしい。やっぱり食べ物は日本よね。オーストラリアにいた頃ね、よく日本食が食べたくなって、それもお料理屋さんに出てくるようなもんじゃなくて、おばん茶かけたお茶漬けにたくあんとか、ケイと二人でよくそんな話してて、ますます我慢できなくなっちゃったりしたっけ。双葉さんは無口なお兄ちゃんと違っておしゃべりだ。でも知的でいかにもキャリアウーマン風の双葉さんの口から、たくあんなんて聞くとは思わなかった。ねえねえ、このあみつちょっと食べてみない？その代わりお団子一個だけちょうだい。はあ、そう言うと双葉さんはあみつを私の方に押し出して、私のお団子を自分の前に置いた。私は仕方なくスプーンを手にしたけど、すぐにはそのあみつを口にできなかった。くるみちゃんはケイがそんなに好きなんだ。え？私がケイを取ったって思ってるでしょ？図星を刺されて私は絶句した。でも双葉さんの顔はニコニコ笑っている。
オーストラリアにいる間ね、デートしててもケイの話はすぐくるみちゃんの話になって、ほんとこの人私のこと愛してるのかしらなんて嫉妬しちゃったほど。お兄ちゃんが？でもあなたに会ってあなたをすぐ好きになったわ。そんなに話したわけでもないのにね。きっとケイからいっぱい話を聞いてたからだわ。あ、公園のアカシアの木に登って降りられなくなって、日暮れになってケイが見つけた時には平気で歌歌ってたとか。捨て犬を飼っちゃいけないって言われて半日もハンストしたとか。お兄ちゃんたら似てるのよね、くるみちゃん私に。え？きっとくるみちゃんもいつかお兄さんみたいに素晴らしい人捕まえられるわ、絶対。その時私はお兄ちゃんを取られたんじゃない、お姉さんができたんだって感じた。おめでとう、お兄ちゃん、お姉さん。